入っってくると思うんですけどもやっぱチャンピオン、朝倉海を倒したいっていう思いは強いですか、まあ、チャンピオンになって朝倉海選手がどういうふうな動向を取るか分からないですから、まあえー、まだ大臣で戦うっていう選択をするのであればやっぱりあのベルトを持っているのは朝倉海選手ということになるので今回、勝ったら、まあ、そこを狙わなきゃいけないと思ってますし、まあ、その今回、 の結果次第でもあるだろうし今後の朝倉海選手の動向次第でもあると思ってますそれは。